皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。おなじみの村井照美と歌い方講座の時間となりました。今日はご紹介するのは、女性シンガーが多くなります、続きますけれども、美里さとみさん、前から読んでも後ろから読んでも同じような、逆にね、美里さとみさんですかね、この方の紹介で雨の海峡ですね。雨の海峡、ちょっとこうネクラのような感じになりますけど、あまり重くならない程度に感情を込めて、ちょっと歌ってくださればいいと思います。一応これもまた三連符のリズムで、ありますんで、作詞が円先生、作曲は清水明先生ですね、編曲は井戸の亮先生、この3のトリオで、やっております。この曲をちょっとね、リズムはこう乗りやすいんですけど、割とこう音がこうね低めなんで、あまり歌い上げたくても歌い上げることができないような部分もございますんで、そこのところ気をつけながら、まあ、やっぱりこの四分音符がちょっと途中途中でございますんで、この四分音符をちょっとね言葉のアクセントとして止めるような感じで、一時止めるような感じでいけば、いいんじゃないかと思いますんでね、よろしくお願いします。じゃあそれでは通貫になっておりますんで、ワンコーラスを歌ってみたいと思います。これもまた原曲、美里さとみさんの、キーでやっております。よろしくお願いします。最後はとうとうと歌うような感じになりますけれども、じゃあ最初の3連符、あの人を乗せてゆく船、ここもあの人のと乗せてゆくのゆ、ここちょっとアクセントつけて、あの人を乗せてゆく船、船ですね、ここ、あの人を乗せてゆく船、休んで、ここもちょっと同じ拍子で、私だけ置き去りに消えてゆく、私だけ置き去りに消えてゆくってね、私だけ置き去りに消えてゆくね、ちょっと慣れると歌いやすいと思いますけどね。じゃあ頭からの3、はい、あの人を乗せてゆく船、私だけ置き去りに消えてゆく、ここもちょっと繰り返しのような感じで、愛しても信じてもそうね、愛しても信じてもそうね、せーの、はい、愛しても信じてもそう、長く休んで、ここも同じ感じで、離れたらこの胸が恋しくて、離れたらこの胸が恋しくて、この辺もちょっと切なさを出してね、じゃあここまでいきましょう。もう一回頭から、はい、あの日
あまり後ろ伸びませんからね。次、心だけの心だ、だが拳、心だけの心だけのドン、これ少し上がり張り気味に、愛なんて愛なんて、お尻の伸びません、この辺はね。で2つ休んで、ダメよダメよ寂しくて、ダメよね、ダメよ、さから寂しくて寂しくて、ダメよ寂しくて、心だけの心だけの愛なんてダメよ寂しくてね。次はやっと選んださよならなのに、この辺もちょっと丁寧に、やっと選んださよならなのに、やっとで上がって、やっと選んだやっと選んだ、一拍さよなら、中は母音ですから、母音というか脂肪部だから、さよならなのにさよならなのに、でここちょっとね、やっと選んださよならなのに、ここはバカねバカね、少し上がってきます、バカねバカね、でここで歌い上げます、私バカねバカね私、あんまり伸びすぎませんね、バカねバカね私、この辺にしといて次入ります、ここの面影はちょっとこう置くようにして、面影が揺れる面影が面影が揺れる、雨の約3拍の言います、雨のこれちょっと大きく膨らみます、かいいでちょっとやや止める感じ、アクセントつくように、海峡海峡、雨のから雨の海峡、面影からこの全般を受けましょう、せーの、面影が揺れる雨の、ようやく海峡それらしき雰囲気になりましたけれどもね。じゃあそれでは、フルコラスいきましょう。通販は、下から2段目の追っていくなと、ここからまた入りますからね。じゃあよろしくお願いします。音がちょっと入りにくいかな、やっていきますね。あの人を乗せてゆく船、私だけ置き去りに消えてゆく、愛しても信じてもそう、離れたらこの胸が恋しくて、心だけの愛なんて、人もない
光る灯台、ちょっとね、光る灯台、あなたどこにいるの、二度と帰りを待ったりしない、だけどだけど胸が追って行くなど、追って行くなど、踏み取り地は泣いて泣いて泣いて、振り向けば煙る雨の海峡。細かい音程ちょっと気をつけていった方がいいと思いますけれどもね、何事もこう言葉が慣れるのと音程、ね、言葉の送りなんども両方見ていかないとあれですからね、歌詞を間違えてしまいますんで、やっぱりこのね、何事も歌う回数、歌う練習、あの音程をしっかりオタマジャクションを見極める部分をしっかりと身につけてくださればより正確に歌えると思いますし、あとはもうこの言葉通りのこう表現力ですね、やっぱりその言葉の自分の中のこういわゆるドラマに入り込むような感じで、仕上げてくださればもっと深みのある歌い方になると思いますんでね、今日は美里さとみさんの雨の海峡、ね、これをご紹介いたしました。ありがとうございました。